どうも、いつもの時間に楽しさを蒼天です。今回もレジェンドステージ終わらせていきたいと思います。伝説の終わりのここですね。復活の偽呪文からです。ドラクエみたいですね。で、出現する敵めっちゃ多いやん。どんだけおんねん。で、編成はまあ前回と同じ、初見はこれでいきますね。よいしょ、いざ出陣、ゴー。さあ、行くぞ。敵の距離は、おお、自分が好きな音。BGM いいね。で、うーわ、なんか白、お前これさ、ビーム打ってくんちゃうの。うおー、やばい。イルカが来やがった。こいつ厄介なんだよな。ドリューも厄介なんだよ。困るんですよね。ちょっとでも、白い敵なんで、ダルターニャで何とかしてもらおうかな。こいつらはね、別に単体、おーおー、ちびぶんぶん。カエルも来やがった。やばい。激やばい。しかもブンブンは地味に無属性じゃない。浮いてやがる。立って殴れ。やばい、イルカがやばい。ちょっとイルカ、わかるか、こんなん初見で。えぐい。射程長かった、お前。そんなに射程ある。よし、ナイス、素晴らしい。やばい、鈍足ついた。やっぱブラックまでんの忘れとった、完全に。で、癖でニャンコ砲を打っちゃうから、ニャンコ砲は打たないようにします。敷き付けとかないとね。いやー、その距離いいね。ドリューにいいダメージよ。いやー、ドリューが強い。やばい、ダルターニャやられる。もしかして余裕でやられたりせん。うお、ちょっと鈍足やばい、鈍足がやばい。待って、耐えるだろ。よし、諦めるなよ。諦めるぞお前。あ、いける。おお、お前ならまだいけるよ。そこで諦めちゃダメだ、ダルターニャ。まだいける。イルカの攻撃がまだギリ当たっていない。鈍足がキモい。鈍足がうざすぎる。え、こんな長い鈍足。え、ちょっと光も出なかった今。あ、終わった。帰ってきたぜ、編成を変えてな。とりあえず編成はこんな感じ。まあちょっと中距離とか、おお、やっぱ波動出てくる。え、強くね、波動。やばい、危ねえ。で、やばい、その距離は当たる。まあ、とりあえず、相手、射程が長いところが多いんで、懐に入って殴れるようなキャラを入れといてって感じですね。あ、ちょっとさすがに物量がエグすぎる。エグい、ちょっと待って。打たざるを得ない。カエルやめて、無理だ。まあ、でも今のはちょっと戦い方が悪かったよね。っていうことでもう1点。これぐらいで出したら波動は食らわないでしょう。さあ、どうしようかな。意外と猫特急でいけるかなと思ったけど、あんまり無理だね。初手にゃんま。頼む。すべてを粉砕してくれ、にゃんま。お前にかかっている。ここで、できれば、イルカをやりたい。イルカ結構ダメか。イルカ、ドリューに行ったか。まあいける、まだいける。イルカさ、ヤンマの攻撃さ、4回食らったよ。3回かな。そんなに耐える。本当にヤンマだぜ。待って、ヤンマ耐えろ。よし、よく耐えた。素晴らしい。特急の出すタイミングが最悪だったけど。ニャンマ、イルカだけでもやってよ。いや、でもさすがにいけるでしょ。うわ、どうすべきか。ムートで突破口を作りたい。このタイミング。待って。光、ちょっとだけ待って。よし、OK。その場所は当たらない。素晴らしい。完璧です。いきますよ。せーの、はい、ポーン。いや、まだ倒れないか。いきます、せーの、はい、素晴らしい。うわ、波動でやられるか。ムート一撃。嘘でしょ。そんなバカなことがあっていいのか。さすがにね、ブンブン一体だけではお話になりませんぜ。ニャンマの前ではな。はい、オッケーです。終わりか。こんにちは。でも危ない。ニャンコ砲取っといてよかった。
こ砲、まあ、にゃんこ砲がなかったら積んでたな。オッケー、完全勝利。こいつめっちゃ座れたよ、統率力。レンガ3つありがとう。お、普通の地図もありがとう。次は契約の杯。出現するときは4種類ですね。はい、ゴー！よろしく頼む。一発でクリアしてーなー。さあ何が、エイリアンが出る、もしかして。うわ、ドサトですね。こいつ結構ね、強化されてると困るんだよ、波動出るから。うおー、ウルトラ命名。待って、まだ戻れる？戻れない、終わった。帰ってきたぜ。ということで編成はこんな感じ。まあウルトラ命名が出るなんて思わなかったんで、まあとりあえず自由猫で、まあ、バリアを壊してもらって、あとはなんとかなるかなっていう感じですね。まあエイリアンが極的に出そうなんで、まあギガボルトも入れておくっていうイメージですね。でこのドサトがね、非常にうざいんですよ、非常に。どうする？どうする？ちょっと待つ？ちょっとだけ待っといて、ギガボルト出したいかな。いや、ギガボルトじゃないな。イザナギを出したい。イザナギの精霊召喚頼り。いや、待って、待って。よし、ナイス、オッケー。待って、待って。強くない、強くない。え、イザナギ待って。え？波動要因を入れてきましたよ。これでいけるでしょう。まあ、とりあえず波動が公害極まりないので、タコツボと、猫マシンですね。非常にまずい。あ、待って。でも、バリア割れるやん。そういうことか。で、どうする？で、どうする？にゃんまになんとかしてもらいます。てか、耐えるね、あんた。